松井勝幸は、安土桃山時代の室町幕府重臣、武将、京都郊外の松井城主、松井正幸の長男、安幸の兄。位。松井氏は、松井総司が、足利高氏に仕えて、以来、代々足利将軍の重臣として仕えた。父の正幸は、将軍、足利義晴の重臣として仕えていたが、若い頃に病没したため、 長男勝行が家督を続いた。勝行は十三代将軍、足利義照に仕えていたが、永6八年五月十九日に、三好三人衆らにより、義照が殺害され、松井新三郎も共に討ち死にした。その辺により勝行は巡死し、次男の安行が家督を継いだ。墓は、久組浜の胸雲寺にあると伝えられてきたが、近年の調査で勝行の墓とされたものは、 正幸の娘婿で安幸の確証となった、角田藤秀のものであったことが判明している。松井家父、織田信長家臣人名事典、吉川博文館391ページ、福原徹、角田稲葉守る入道周囲、細川睦守入道、宗政の自責について、木下正則編、シリーズ、室町幕府の研究第4巻。 足利義輝 ISBN978 から4、から 864033039P129、八代市立博物館解説シート戦国武将、松井康之の奇跡、松井康之伝、久米忠臣、日本市政大辞典に、山城の松井氏。ありがとうございます。